今回は非常食の入れ替えになります。こちらが、我が家の非常食の備蓄物置なんですが、2015年に製作した物置になります。断熱仕様になってまして、非常食専用の物置としています。ちょうどあれから丸5年経ったので、中身の非常食がもうそろそろ期限を迎えるので、入れ替えになります。このような感じですね。もう徐々に期限が近づいているので消費しているんですが、これを全て出して新しく購入した非常食と入れ替えていきます。はい、こちらが購入した保存食一式になります。水、30本、2リッターが30本と、非常食ですね。こちらが約1週間分ですね。で、こちらがおかずになります。この非常食は簡単にできて、美味しい、すごく美味しいかと言われるとそうでもないですね、まあ、なんですが普通に食べられる、便利なものです。お湯を入れて15分ぐらいで、食べることができるようになります。ですがもし災害時にこの保存食だけでずっと過ごさなければならないとなった場合は、おかずが全くないので、物足りなさを感じるんですね。なので今回はちょっとこのおかずセットというものも購入してみました。入れ込んでいきます。2025年の9月までとなってます。こういう感じですね。ちなみにこのわかめご飯が一番おいしいと思います。そしてパンと、いろんな種類のパンになります。全部ですね。それでまた5年間、備蓄することができました。まあ、前回と同様これを使うことのないような状態が一番望ましいんですが、備えている分には一応の安心ができるかと思います。皆さんもぜひ非常食には、非常用食品の備えは
あった方が良いと思います。以上、非常食入れ替えでした。